2007年2004年の優勝者、パトリック・ヨンケルツアー、ダウンアンダーは、オーストラリア、南オーストラリア州のアデレード周辺地域を舞台に、行われる自転車のステージレース。毎年1月第3火曜日に開幕し、日曜日までの6日間にわたって行われる。ただし初日の2日前の日曜日に、顔見せとしての、ダウンアンダークラシックという、 ダウンアンナーの総合成績には含まれないクリテリウムレースも行われるため実質7日間のレースとなる2008年の開催より UCI プロツアーに組み込まれることになり同年の UCI プロツアー開幕戦であると同時に UCI プロツアー史上初めて欧州以外で行われる同制度対象レースとなった1999年に第1回を開催二千五年に UCI オセアニアツアーに組み込まれることになったが、例年このレースを開催するためのセレモニーが盛大に行われることで有名。別名、アクティブツアーとも呼ばれている。またちょうど開催時期はオーストラリアでは夏場に当たることから最近では著名選手の出場が少なくないことも背景にあり、従前の UCI オセアニアツアーから格上げされる形で、 UCI プロツアーに組み込まれることになった。当初はコースレイアウトはステージ途中には起伏があるものの全ステージのゴール前 3km がフラットといっていいほど起伏が少なくステージ上位3人にボーナスタイムもあるため総合優勝者の中には純スプリンターも入るほどのスプリンター有利なレイアウトであった。その後は標高3 7 4ルのウィランガヒルへの 頂上ゴールのステージが設けられるようになり、このステージが総合優勝を決めるステージとなる例が増えた。ベースディレクターは1984年、ロサンゼルスゴリに4000メートル団体、追い抜き金メダリストのマイケル・ターター。個人総合ジャージの色は、オークル、ジャージスポンサーは、サントス・リミテッド社である。日本では J スポーツにて1ステージ30分のダイジェスト版が、 放映されていたが2018年以降は生放送が行われている。ありがとうございます。